ドメイドには欠かせないメタルパーツのお店、これから作家さんを目指す方にも。ということで、こんにちは、サレジンです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日の動画は、どこでいつもパーツを、こういうメタルパーツとかですね、金具を購入されてますかっていう質問がすごく多いので、今回動画にしてみました。最後まで見てくださると嬉しいです。はい、はじめに、こちらのショップ様はうさぎの素材屋さんという、私はヤフーショッピングの方でお買い物することが多いです。楽天ではなくてヤフーショッピングの方ですね。こちらで購入することが多いです。で、こちらのキューピンなんですけど、とても長さがあって、あと使い、なんていうのかな、こう、柔らかさ、この硬さもちょうどいいんですね。なんかこう丸めるにしても、何でも綺麗に処理することができるキューピンなので、こちらは愛用させていただいております。長さが気に入ってます。で、こちらは試しに買ってみました、今回。なので、アソートとして入っています。接続パーツですね。ちょっと試作に作るのにはもってこいかなと思って、いろいろな種類が入っているので、試作品を作るのにはもってこいかなと思って、ちょっと1パック買ってみました。はい。これから、たくさん作品作っていこうと思います。で、気に入ったパーツがあったら、まあ、そのパーツだけチョイスして購入すればいいと思います。はい、続きまして、こちらのスパイラルの、今流行ってますよね、とてもこちらのパーツ。どんなものかなと思って6個入りのものを1パック購入してみました。で、試作も作ってみようと思います。今回の動画の中では作品は作らないのでご了承ください。とても可愛いパーツでした。はい、あとはガラス玉ですね。いつも私の動画内で出てくるものです。はい、続きまして、こちらのお店はアップフェルという、ピアス金具とかイヤリング金具をメインに販売されているショップ様です。はい。こちらのイヤリング金具は4ミリの平ら皿のものを購入させていただきました。で、サージカルステンレスになっております。はい、バネが結構強いので、販売するときはバネのところをしっかりこう平やっとこでギュッと締めてからだと、バネがそこまで強くなくて、耳たぶも痛くないので、そのように処理してから発送するようにしています。はい、サージカルステンレスですね。はい、こちらバネ式のものも初めて購入してみました。バネ式を使ったことがないので、どんな感じなのかなと思って20個購入してみました。やっぱり人それぞれ耳たぶの太さ、厚さっていうのがあると思うので、バネだと調節しやすいのかなって思って今回購入してみました。アップフェルさん のこちらの金具はとても綺麗なカラーです。なので、とてもおすすめします。はい、こちらは、はい、こちらは缶付きの方ですね。ぶら下げられるタイプの、はい、缶付きのタイプのイヤリング金具を購入しました。バネ式ですね。こちらも結構バネが強いので、しっかりこの接続の部分を平やっとくでちょっと締めてあげると、キュッとですね、こうキュッと、なんかハンカチかガーゼか何かの上からキュッと締めてあげると、スムーズに脱着がしやすいというか、しっかりして、しっかりというか、痛くなくなる、耳が痛くなくなるように
処理してから発送します。こちらは先ほどのゴールドのものと同じタイプのロジウムのカラーですね。こちらはクリップもちゃんと付属しているのでありがたいなって思います。だいたいクリップって別に売ってるんですよね、他のショップ様だと。いつもこうやってキャップも付属されているのでとてもありがたいなって思っております。ロジウムのタイプは初めて購入しました。こちらも先ほどのゴールドのバネ式と同じで4ミリの平皿のものを購入しました。とても金具はしっかりしているので、自分の耳でちょっと試してみて痛くないようでしたら今後こちらの金具も使用していこうかなと思っております。4ミリの平皿ですね、はい。5ミリと4ミリいつも迷うんですけどね、やっぱり4ミリがしっくりきます。こちらは缶付きのタイプのバネ式のイヤリングですね。イヤリングかな。皆さんどちらでこういうバネ式のものって買われますかね、購入されてますか。やっぱりパーツクラブさんとかキワ製作所さんとか有名どころですかね。なんか私の近く、家の近くにはキワ製作所さんがなくて、行ってみたいなとは思うんですけどね、はい。こちらもバネのところがちょっと硬いかったり緩かったり個体差があるので、平やっとくで両側からキュッと締めてから使っていこうかなと思っております。こんな感じですね、はい。続きましてこちらがメインになります。本日のビーズ&パーツさんというところなんですけれども、こちらは本当に何度もリピートして購入させていただいているところなんですね。でお世話になっております、いつもありがとうございます。でパーツも一つ一つもうすごく安くて、皆さんもぜひこちらのショップ一度見に行ってみてください。ヤフーショップの方からね行けると思うので、後で概要欄にリンクも貼っておくのでぜひ飛んでみてください。こちらもな動画で一度出てきたパーツだと思います。ロジウムのタイプもすごい冬でもめちゃめちゃ使えますね。こちら大きめの丸カンを3つつなげた感じなんですけど、自分でも作ることができるとは思うんですけど、こちらのお店とても安いので、はい、お店で購入しました。次はこちらはブレスレット金具ですね。ちゃんとアジャスターがしっかりしてるんですよ、こちらのショップさんのものは。ですがとてもお値段もリーズナブルで、大量購入するとき私もこれ10本買ったんですけど、いつもそうですね、買うときは10本単位で購入させていただくんですが、アジャスターの部分がとてもしっかりしています。で緩くなることもそうそうないと思うのでおすすめします。で先端はこういったストーンが施されているので、とってもおしゃれなブレスレットがに仕上がってきます。そうですね、こちらは本当におすすめの金具です。でとてもお値段もリーズナブルです。皆さんもびっくりすると思います、はい。でこちらはシルバータイプですね。先ほどと同じでゴールドと同じタイプですのシルバーですね。先端にこのストーンがついてるのが本当におしゃれだなって思って、こちらのパーツに関してはアジャスターの間隔が個体差がないので10本単位で買うんですけど、どれもいい感じの締まり具合なのでおすすめします、はい。
ゴールドもシルバーもとてもおすすめです。続きましては何かな。あ、はい、こちらメタルプレートですね。この楕円形の形とあのまん丸の形2つあったと思うんですけど、私はいつもこちら楕円形の形を購入しています。で、ハンドメイドと書かれていますプレートには。これをつけるだけでなんか一気にワンランク上のアクセサリーに仕上がるので、ぜひ皆さんも入れてみてください。これも、10枚かな、10枚ですごくリーズナブルなお値段で皆さんもびっくりすると思います。はい、で続きましてこちらはメタル金具、メタルパーツ、何のメタルパーツ、型枠ですね。こちらは指輪のこの中、指輪を作ろうと思ってこの中をレジンでこう施してドライフラワー入れたりとかパールを入れたりとかして、でリングをつけてっていう形でオリジナルのリングを作ろうかなと思ってメタルパーツを購入しました。はい、こちらは指輪なんですけど、自分で型を取ってシリコンモールドを作ろうかなと思って、でいろんな色で作ったら販売できるんじゃないかなと思って購入しました。普段付け、ちょっと私はあんまり好きじゃない色なんですけど、型を取りたかっただけなので購入しました。とてもお安いですこちらも。あ、オリジナルどうなんだろう、これこういうので型を自分で取って販売ってなるとアウトなのかな、そこはちょっと調べてからちゃんと販売しようと思います。まだ自分でモールドを作ったことがないので、皆さんご存知でしたらコメント欄でそれはアウトだよとかそれは大丈夫だよとか教えていただけるとありがたいです。はい、こちらは型を取って自分で作ってみようかなと思いました。はい、こんな感じで第1陣ですねこちら。はい、第2陣です。同じビーズ&パーツものなんですけど、こちらはリング台ですね。すべてもうとたくさん今までもリング作ってきて、こちら買うの3度目でしたっけ。そうですね、3回目ですね。倉庫がちょっと海外にあるようなので、あの注文してから届くまでに1ヶ月ぐらい、長いと1ヶ月ぐらいかかりますね。早いと2週間ぐらいで届くんですけれども、そうですね、今回こういう世界情勢なのでちょっと1ヶ月ぐらいかかりました。はい、この指輪リング台もこちらの空いてるところにレジンとかで施して、ドライフラワーとかパールとかブリオンとか入れたりするととても可愛く仕上がります。こちらのリング台もとても素敵なんですよ。おしゃれじゃないですかって、まだ見えてない見えてないですね。はい、こんな感じでとてもおしゃれなんですけれども、こちらもドライフラワーなどを使って加工するととても素敵なリングにガラリと変わります。なので皆さんにおすすめします。こちらのリング台買ってぜひドライフラワーなどで、着色剤だけでもとても綺麗にできたんですよね。マーブルみたいにしたらすごい素敵でした。ちょっと見本ここに貼れないんですけどすみません。で、こちらもそうですね、両方両側にマスキングテープとかで下から覆って、はい、レジンを引いて、そこにドライフラワーなどを敷き詰めたら可愛い指輪になるんじゃないかなって思います。実際になるんですけどね。はい、とても可愛いリング台です。ビーズ&パーツさんのリング台はどれもみんなおすすめです。今回ご紹介しきれてないものもたくさんあるので、皆さん一度こちらのショップの方へ見に行ってみてください。
はい、こちらもリング台で一度ゴールドの指輪作りましたよね。動画内でこちらはフォークリングのリング台ですね。こちらはとても個体差があって、すごく大きなものもあれば本当になんか薬指がもうギリ入るみたいな、調節も効くものと効かないものがあって個体差あるんですけど、まあお値段がねすごく安いリーズナブルなので、個体差あるのは仕方がないかなと思います。まあ、販売するときは、まあ、分けて、だいたいこちらは11号ですよとか、こちらは7号ですよとか9号ですよっていう風に記載をさせていただいてるので、まあ、大丈夫だとは思うんですけどね。多少のこう開きは開閉はするんですけれども、でもあんまり動かしてるとね折れてしまうので、はい、こちらはいいですね。こういう色好きなんですよ、シルバー。はい、皆さんはどの金具の色が好きですかね。こういう曇った感じが好きなんですよ。はい、続きましてこちらはイヤカフの台座ですね。台座なんだ、イヤカフの金具です。こちらは開閉のところが緩いものときついものがやっぱり個体差があるので、しっかり接続の部分を平やった子などでギュッと締めてあげるといい感じに仕上がると思います。こちらは自分で作られたレジンで作られたパーツとか天然石などを上にこう並べてあげるととても可愛く作れると思います。はい、こちらもとてもリーズナブルです。ビーズ&ショー、ビーズ&パーツさんは全てもう本当にリーズナブルで、たくさんあとは入っている、こうやってこちらはアクリルビーズなんですけど、アクリルパーツビーズすごくリーズナブルです。本当におすすめのショップ様です。はい、こちらもそうですね。この平らな感じのもとてもリーズナブルです。皆さんこちらのショップはご存知ですか？多分たくさん作られて売られてる方、まあ、もしくは作家様でしたらご存知ですよね。安くすごく安くてとても品質がいいというか、たくさんアクリルビーズを購入しました。楽しいですね。何に合わせようとか、こういうのに合わせたら可愛いんだろうなってすごく想像が、膨らみます。想像、妄想。日本ではないこう作りですね。はい、続きましてこちらはポニーフックですね。お手軽通販のリトルムーンというところで購入しました。こちらの金具とっても安定感があるので、で金具自体もすっごく綺麗なのでおすすめします。もう本当に販売できるレベルの金具です。はい、続きまして MY ママさんですね。こちらパイプを買わせていただきました。こちらのパーツもいろいろと組み合わせて作ったら素敵だろうなとちょっと想像を膨らませながら、はい、思いついたので購入させていただきました。はい、続きましてさや工房さんですね。こちらもおなじみのショップですね。こういった丸いパーツ、なんていうんだろう、リングなのかな、リングパーツがとっても安いので、でたくさん入ってて品質もいいのでよくて
私は気に入っております。はい、リング台ですね。ちょっと調節が、少し可動域がある感じで、こちらは初めてちょっと購入したので3つにしたんですけど、作ってみようかなと思います。こちらの、あのリングタイプは何度も購入させていただいております。あの丸カンみたいにこう開いてるんですよね。今お見せしますね。あ、このように開いてるので、そう、あの先ほどあのビーズ&パーツさん の、あのメタルパーツ、あ、こちらです。こちらのパーツにこうセットでこう作ってみようかなと思っております。ここにレジンとドライフラワーなどでこう施した後、このメタルパーツにあの装飾した後にリングを後でつけてでしたら可愛いかなと思って、この組み合わせ可愛いなと思って購入しました。皆さんはどんなところでリング台など購入されていますか？はい、続きましてこちらはグリーンローズネットショップユミさんっていうお店で、楕円形のこちらですね、あのポニーフックを作ろうと思ったんですよ、どうにかして作ろうと思ってで試作は何個か作ってみたんですけど、まだこれピンとくるものが作れてないので動画にしようかなって思いながらですね。とてもしっかりしたパーツでした。こちらも気になる方はぜひこちらのユミさんのところへ見に行ってみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じでいつも大量に購入させていただいております。本当に動画が上がらないとき、本当に休んでいないときは常にこういうものを作ってます。そうですね、仕事がお休みとか今日動画作りたくないなというときはこういうパーツでいろいろな作品作ってます。で最後なんですけど、こちらは視聴者様からいただきました。いつもお手紙と共に送ってくださる方なんですけど、なんか新しい刹那ボリューム2って書いて、バージョン2って書いてあるんですけど、となんかよくわからないんですけど、なんか新しいレジン液、最近レジン像さんに全然見に行ってなかったので全然乗り遅れちゃってて、送ってくださりありがとうございます。いつも本当に感謝しております。それでは今日の動画はどうでしたでしょうか。少しでも皆様の参考になれたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。